ハンスハルトビヒホンベゼラーは、ドイツの軍人、政治家。上級大将、ポーランド摂政王国総督。第一次世界大戦の西部戦線で、アントウェルペン包囲戦、及びに、イーゼルの戦いを置いて、ドイツ軍を指揮して、強将軍と戦った。その後、東部戦線へ移動となり、終戦まで、ポーランド摂政王国の総督を務めた。ベゼラーは、 グライフスバルトで同地のグライフスバルト大学は法学部教授でフランクフルト市議員のゲオルク・ベゼラーのもとに生まれる。ベゼラーは1868年にプロイセン王国軍に入隊し不屈戦争を戦い抜き、その後特に目立ったこともないまま1910年に退役を迎えた。ベゼラーはビルヘルム2世によって1904年に昇釈された。しかし、 第一次世界大戦の勃発により、彼は呼び戻されて、アレクサンダー・フォンクルック機下のドイツ第一軍指揮下の第三予備軍を指揮することになる。ドイツ軍が8月20日にブリュッセルを攻略し、ベルギー軍を撃破したと判断すると、ドイツ第一軍は第三予備軍をベルギーに残し、フランスへと移動した。9月9日にベゼラー率いる第三予備軍は、 アントウェルペンを攻略するよう命令された。10月10日に、アントウェルペン市長のヤンデホスは、無防備都市宣言を出し、アントウェルペン包囲戦は終わった。その後ベゼラーの軍団は、ベルギー軍を追撃するも、イーゼルの戦いで撃退されてしまう。その後1915年の春に、ベゼラーは、東部戦線は、マックス・フォン・ガルビッツ機下のドイツ大級軍へと移動に、 なり、ノボグルジエフスク要塞を陥落させた。同年8月27日に彼は、ポーランド国王が選出されるまでの間、ドイツ軍軍政下のポーランド総督に任じられるも、国王が選出されずに結局終戦までその任に当たった。彼は、表向き独立しているポーランドを強調するため、ポーランド義勇軍を参考手段ほど抽出し、中央同盟軍に行き渡らせることを望んだ。 なお正式名称はワルシャワ総督不総督である。彼はポーランド人とユダヤ人をそれぞれ旧ポーランド立憲王国領から追い出してその地にドイツ人入植者を移住させるポーランド併合案に賛意を示していた。1915年11月にベゼラーはワルシャワ大学とワルシャワ工科大学をそれぞれ再び開校させ、1869年以降禁止されていた。 同大学内でのポーランド語の使用を初めて許可した。各自治体の議会議員も選挙で選び、下級裁判所も現地のポーランド人の手によって運営を任せた。にもかかわらず、ポーランド人は支配に反発し、期待していたポーランド義勇軍の中出にも失敗した。ポーランド人の大部分は強将軍が勝つことによって、ポーランドが真の意味で独立を勝ち取ることを望んでいた。 ベゼラーとクック、ルブリンにて、1916年10月4日に、ベゼラーは18歳から45歳までのポーランド人男性を対象とした強制労働を課した。そして同年の11月5日、直令施行後もベゼラーは、ルブリンのオーストリア側のポーランド総督、カールクックと共に総督としての権力を保持し続けた。同時に彼は、 いわゆるポーランド国防軍の総司令官にも就任した。1918年11月11日にポーランドが独立を宣言し、ワルシャワのドイツ兵が武装解除された後、ベゼラーはドイツに半ば逃げるように帰国した。その後、国内ではポーランド人に対しての統治が甘すぎると保守派と国粋派から批判され、ポーランドでは プロイセン人として振る舞ったことで嫌われた。彼は失意のうちに1921年にポツダム近郊のノイバーベルスベルクで死去した。彼はベルリン市内の墓地に埋葬された。インバディデンフリードホフにあるベゼラーの墓。ベゼラーは白洋付きプールルメリット組賞、一級鉄十字章と二級鉄十字章を授与され、さらに、 公園ツオレルンケ勲章の中で星付き司令官賞を授与されている。ウィキメディアコモンズには、ハンス・ハルトビヒホンベセラーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。